こんにちは、山田です。今日はですね、長い間勤めた会社を卒業する時の傾向と対策というテーマでお話ししたいなというふうに思います。まあ、実は私ですね、昨日35年間勤めた会社をですね卒業しましたということで、まあ、その時の体験をもとにですねお話ししたいというふうに思うんですけれども、このチャンネルは企業で営業20年、人事で人材育成を10年担当してきました、キャリアコンサルタントで空道という武道をしています昭和40年男がミドルシニアの方に役立つ情報を発信していきます。面白いと思ったらチャンネル登録お願いします。最終日ということでですね、会社の方に見送られて会社を後にしたわけなんですけれども、今日はですね、まあ、マインド編というか、まあ、気持ちのところという話になるんですが、思ってた以上にショックでしたね。よく新入社員の人がね、社会人になった時のリアリティショックみたいなことを言いますけれども、退職っていう現実に向き合った時のリアリティショックみたいなものはあって、まあ、何かっていうと、長い間勤めてきたので自分の中には自分の評価っていうのはあるんですけど、かなり高めに見積もってるわけです。自分の中では自分はこれぐらいのことしてきたからとか、まあ、これぐらいの評価をもらってるであろうであるとか、まあ、人にもね、そんな風に見られているであろうという、なんとなく自分の見積もってるラインみたいなのがあるんですけれども、これがですね、やはり現実とはかなり乖離しているというか、かなり上のところを置いているので、いざ辞める時になってそういったものが見えてくるわけですよね。その時のショックっていうのは大きかったですね。自分ではある程度想定もしていたし、そこそこのただ妥当な評価をしているつもりではあったんですが、自分の中では膨らませてしまってたのかなっていうところですかね。組織っていうのは仕事を回していくわけなんで、大きなシステムなわけですね。でシステムの一員ということになるわけなので、当然ですね、人がいなくなればそこに変わった人が入っていくということで、普通に回っていくわけなんです。当たり前なんですけどね。よくあの人がいないとダメとか、唯一無二の存在とか、まあ、変え難い存在みたいなことを言われることもありますし、僕なんかもね、そう見られることが組織においては重要だみたいに思ってた時期もあるわけなんですけども、まあ、実際にはないですよね。現実には本当にどんなすごい人であっても、抜けた後は仕事っていうのは回っていくっていうのはもう目の当たりにしてるし、分かってたはずなんですけどもね。でもやっぱり業務の引き継ぎをしていくとですね、まあ、徐々にこう自分が切り取られていっているのが分かるわけですよね。そして自分が切り取られた後には違う人が入るだけのことなんですね。で回っていくっていうこと、人間性とか人柄っていうのは当然仕事をしていく中では重要だったりするわけですけれども、仕事から離れたらそこに残していくものではないし、残すべきものでもないかなというふうには思うんですね。当たり前なんですけどね、当たり前なんですけれども、何かしらこう自分の存在みたいなものが残るんじゃないかなという期待みたいなものが、なんか自分の中にも漠然とあったのかなっていうふうには思います。だから切り取られたっていうふうに実感した時に、あ、本当にここには自分の役割としてのもう場所はないんだなっていうところ、これをねやっぱり実感しましたというところですね。でこれが当たり前なんですけど、結構ショックだと思います。みんなにあると思うんですね。僕はあまり社内の人と飲みに行ったりっていうことがなくて、仕事以外のお付き合いってない方なのに、そんな僕でもそう感じるわけですね。であればそういったことをね頻繁にされていて、楽しみながら関係を作りながらこう仕事をされていた人にとっては、切り取られるっていうことのショックっていうのはやっぱりあるだろうなというふうに思います。組織における人間関係っていうのは、仕事はこうベースに作られていますんでね、好き嫌いっていうのは関係なく一緒に仕事をしていく、その中でお互いをこう理解しながらやっていく世界ってあるわけなんですけれども、だからこそもともと自分が望んだ人間関係ではない中でやってきてる。で仕事っていうものがそれをつないでいるということからすれば、仕事っていうものが外れればそこでの関係性っていうのはそんなに強いものではないだろうなと思います。ですので個人的に言えば、仕事を離れて会社を辞めてからも付き合っていける行きたいなって思える人っていうのはもう数人じゃないかなっていうふうに思います。僕は個人的にはそういう気がします。それは仕事っていうものの中で関わってきた以上おかしなことではないですし、ある意味当然のことなのかな
しれないと思うんですね。逆にもそこで人間的なこう関係が作れるっていうのはある意味特殊なことかもしれないなっていうことなので、その特殊なことをやっぱ求めてはいけないなっていうことは改めて思いましたということです。逆にまあ会社を離れてから全く利害関係がないところで接点を持って新しくこう関係ができるっていう世界があるのかもしれないなっていう気はしています。で、まあ、そういった現実がありますっていうこと、多かれ少なかれ全ての人にあるということに対しての対策という意味で言えばですね、早い時期から、そうですね、遅くてもやっぱり50代前半ぐらいから会社の外に仕事とは関係のないコミュニティっていうものを作っておくっていうのはすごく大事なのかなというふうに思います。僕は一番大きなやっぱ大道塾っていう存在で、僕30代からやってますけれども、全国転勤いろんなところにしましたけれどもね、常に大道塾の道場があって、そこには人がいて、道場生っていう関係ができて、そこに行けばね、全く利害関係のない、もう年齢も違うし仕事も違う、そんな人たちが集って切磋琢磨して一緒に笑って一緒に汗かいてっていう、そんな場所がですねずっとあったっていうことが一つ大きかったかなというふうに思いますし、まあそれ以外にも、まあ、意識的にですね50代の前半ぐらいから外に出て行って、自分の、まあ、会社の肩書きがない状態で人と話をしたりとかいうことをする機会っていうのを増やしていった、それによって少しずつ交流ができていったっていうのがあるんですね。でこういった SNS を使ったり YouTube やったのもそういうところからできたものだったりもするんですけれども、それがあるおかげで、まあ、外に行ったとしても自分を一個人として評価をしてくれる、見てくれる人たち、付き合ってくれる人たちっていうのが、まあ、いるなっていうところの、まあ、安心感みたいなのは感じられているというところなんで、まあ、結構ショックでありましたけども、なんとか耐えられてるというか、まあ、さらに先にね新しい関係を作っていこうっていうようなところで、まあ、前向きにはいける部分はあるんですけどもね。とはいえ外に出て話しただけではね関係できないし、やっぱりそういう人たちとの関係もそれこそ数年がかりでできていった関係もありますから、それぐらいのもう気持ちでですね外で人と接していく、コミュニティに参加して自分を発信していくというようなことをですねしていく、そして一個人として自分のことを認識してくれる人を増やしていくっていうことが、まあ、会社を辞める時のショックを和らげてくれる非常に重要な存在になるかなというふうに思います。もしそれなければどうだったろうなと思いますね。今であればつながりを起点にそれをさらに広げていく、深めていくっていうところに行動が行くので、言い方を変えれば会社の人と付き合わなくても良くなったので、そういう人たちとの関係性を深めていくっていうところに行動をずっとシフトしていけるっていうふうにはなって、そこはそこで楽しみでもあったりするんですけどもね。もしも自分が会社を辞めた時にそういった存在がいない状態だとすると、本当ちょっとゾッとしますね。そこからじゃあコミュニティに参加するっていうところはかなりしんどいなと思います。これは僕の個人的な体験ではあるんでね、全ての人に当てはまるわけではないんですけれども、多かれ少なかれ退職時に直面する精神的なショックっていうのはあるわけだと思うので、そこに向けての準備っていうのは必要だと思います。これからですね僕もまだそういう人たち一人でも多く増やしていきたいなというふうに思います。